信仰の分かち合い2021イクマンというクリスチャンの殉教者の声に耳を傾ける価値はあるのでしょうかはい、あります。パスカルはかつてこう言っていました。私は首を切られる証人を容易に信じると。あらゆる社会層、無知なもの、知者、 弱者、強者。誰にも煩わされられないようにひっそりと生きる貧しい人たち。自分の持つすべてを犠牲にしつつ突き進む強者たち。裕福な人たち。ローマ帝国の統治時代から今の今の現在に至るまで。 あらゆる国家あらゆる文化においてイエス・キリストが世の罪のために死にそしてよみがえり再び地上に来られる日まで天において全宇宙を統治しておられるという信仰を貫くためにご自身の尊い命を犠牲にしておられる方々が 数多くいらっしゃいます。